東京大学先端科学技術研究センターへようこそ。略称で先端研と言っております。所長の神崎でございます。先端研は1987年に創立された東京大学では一番新しい研究、今投影しております建物は1930年約90年前に建築されました旧東京帝国大学航空研究所の本館で、現在も先端研の本部棟として使用しております。航空研究所は宇宙研究所となり、現在は JAXA となって神奈川県の相模原に移転しております。先端研は学術の発展と社会の変化から生じる新たな課題に機動的に挑戦し、人間と社会に向かう先端科学技術の新領域を開拓することによって、科学技術の発展に貢献することを目的として設置されました。設立当初より学際性、国際性、公開性、そして流動性をモットーとしております。特にこの表にありますように、幅広い研究分野、材料、環境エネルギー、生物医科学、バリアフリー、社会科学、情報という6つの研究部門を持ち、40以上の研究分野から構成されています。科学技術を推進する理工系だけでなく、倫理や思想、社会システムに関する人文社会学系の研究分野が共存し、国連の提唱する SDGs のほぼ全ての項目にコミットしています。この学際性、異分野融合の先端研の特徴につきましては、たびたびメディアでも取り上げられています。東大におけるいわば特区として分離融合に挑んできた先端研のあり方が紹介されています。最近では東京芸術大学との連携、高野山金剛峯寺との連携、さらには東京フィルハーモニー交響楽団との連携、イタリアミラノの大学、さらにはデザイナーとの連携などにより、科学技術とアート、デザインのハーモニーでインクルーシブな社会への取り組みを進めております。先端研一部局として、海外の多数の研究機関、大学と連携し、国際的な公開された交流を進めています。先端研へおいでいただき、ありがとうございます。バーチャル内に展開しております各研究室の展示もぜひお楽しみください。ありがとうございました。